岡崎市体育館は、愛知県岡崎市六名本町にある体育館。岡崎市スポーツ協会が、管理運営をしている。岡崎市体育館競技場を六名、公園運動場の入り口敷地内に建設中の六名、薄いポンプ場1968年6月27日、市内、厚生通り西の9、 岡崎市立連雀小学校跡地において、岡崎スポーツガーデンの流水プール兼スケートリンクがオープン。10月1日には同所に市民体育館を有するボーリング本館が建設される。しかし体育館については面積が狭く、また駐車場の台数が限られていたため市民から新体育館建設の強い要望が出ることとなった。 1969年から始まった南部土地区画政治事業の区域内に約13,100平方メートルの用地が確保され、1975年9月1日にソフトボール場2面、サッカー場1面を有する6名公園運動場が整備された。岡崎市体育館は同公園内に建てられ、1976年6月30日、竣工。 市政60周年日にあたる同年7月1日に完成式が行われた。1992年1月開催の第43回大会までしばらく、岡崎市民駅伝競争大会の奇襲展だった。6名公演運動場の貯留地設置工事をきっかけとして、駅伝大会の奇襲展は、翌1993年から岡崎中央総合公園入り口に変わった。 2017年5月、岡崎市は、日本下水道事業団と6名雨水ポンプ場の、築造工事委託に関する基本協定を締結。2022年度までに、体育館南側の駐車場の敷地に、同ポンプ場が完成する予定。利用時間は9時21時。休館日は毎週火曜日、12月29日から1月3日の、年末年始。ありがとうございます。